こんにちは、まち歩きチャンネルです。今回は発見、日本の生物多様性についてやっていきたいと思います。多様性ということで、哺乳類も動物も植物もいっぱい出てまいります。特にテーマになってるのは絶滅寸前の日本の種っていうところになりますね。まあ日本の固有種といいますか、日本に住んでいた生き物、住んでいる生き物の絶滅危惧種について、まずはイリオモテヤマネコですね。可愛いですね。はい、こちらジュゴンさんですね。口に特徴ありますね。マナティーとね、ちょっと口の形違うらしいですけど、あとは蝶の種、絶滅寸前の蝶の種。これがカテゴリーランクですね。絶滅危惧種の EX とか EW とか CR とか、環境省が多分設定してるやつですよね。レッドリストとかで多分このマークついてると思います。鳥類の種、もう見たことありませんけどね。すごいっすね。あんな大きな鳥いるんですね、日本に。はい、あとシダ植物ですね。クリアケースっていうかアクリルに入ってるのは多分特別展でも出てたやつじゃないでしょうか。こんな間近で見れるとまた綺麗ですね。両生類、昆虫、サンショウウオとかね、多分出てくる、後半出てきますけど、ここにもいますね。絶滅寸前の乱花植物、ここは標本図って言って図がたくさんあります。これはお芝標本ですね。で、図になぜするかっていうと、この図にすることによってこの植物のその特徴が完全に分かるというのが理由らしいです。例えば写真にしちゃうと、そのどういった線があってどういった隆起になってるかっていうのはやっぱり完全には再現できなくて、やはり科学者がちゃんと線を引いて植物の形をトレースしていくことによって、後世にも分かる形で資料として伝わるっていうのが理由で、こういうふうに図で書いてあるということでした。会場の中に入っていきます。まあこちらも会場なんですけどね、情報の。こちら図録あります。無料です。今回はね、動画撮影 OK だったんですよ。なので編集が楽で楽で、もうしょうがないっていう感じですね。助かります。動画 OK 一番助かります。このこれがね、あれです。標本番号100番です。100番。100番と呼んであげてください。100番と。これはね、日本狼です。日本狼。はい。これ普段もいるんですよ。科学に、実は。ただ、これ、
この企画展のために降りてきてるんですよ。降りてきてるっていうのは、ここは地球、日本館です。で、地球館の本来コレクションにいるんです。なので、こんな近くで見れないんです、普段。なので、100番、ぜひ見てあげてください。標本番号100番です。日本狼、かわいいですね。これね、普通の犬と、なんか風が映って死ん、ほら、いないでしょ？ここにいたんですよ、ほら。フクロオカミだけいるでしょ。フクロオカミ、ニホンオカミのこのコンビネーションがここに来てます。あとで撮りに行ったんです、あれ、写真。ニホンカワウソ、かわいいですね。ね。こんなかわいい生き物がいるんですね。まあ、いるっていうか、いたっていう話ですけど。あとは鳥類とか、これは貝ですかね。小笠原諸島、チョウザメですね。言うてキャビア食うチョウザメの種類じゃないらしいですけど、まあ、日本にもチョウザメいましたよっていうことです。こちらは種子植物。再発見ということで、再度発見された、あ、そうですね、いくつかこう絶滅したと思われてたり、多分絶滅寸前のものをこう復活させたというやつですね。このランとかね、そういったものの種類をこう増やすことに成功しましたっていう。このラン科はね、なかなかその増やすの大変らしいですよ。菌類と何かこう一緒にならないとなかなかこう芽が出ないっていう、地類みたいな、なかなか生態ですよね。はい、連携しないとなかなかこう芽が出ないらしいです、ランカは。再発見されたクニマスですね。ほら、かっこいい。これは前にもね、企画展で出てましたよね。この標本も結構貴重なものです。こんな身近で見れるのは嬉しい限りですね。コウノトリってか？もう素人が見ると鶴かなって思っちゃいますね。白と黒で綺麗だから。桜草、あと、青ギスですね。青ギス釣り。これは江戸時代から脚立で青ギスは釣ってたらしいです。汽水域によく生息する魚で、
まあ風物詩だったようですが、これも環境の変化によって絶滅してしまった。それに伴ってこの文化の一つですね、アオギス釣りのこのキャタツ釣りもなくなったということで、この生物の絶滅っていうのは文化も消えるっていうことにつながるというところがテーマになります。ラッコ、結局その生態系も崩れるし文化も消えるっていうことも絶滅の影響、大きな影響になるっていうところもテーマの一つになってます。外来種は悪者なのかっていうことで、まあそうなんですよね。厳密に言うと猫とかも全部外来種ですからね、いませんからね、家猫とか。あれ中国からよいしょよいしょ渡ってきちゃったんで、そういう意味では外来種なんですよ厳密に言うと。まあ年代で区切るとまた外来種じゃないっていう場合もあるんですけど、一応外から来てます。タガメとかゲンゴロウ、これは外来種じゃないですよ。標本で解明、日本の生物多様性の今。科学のこのコレクションはいつ取られたのが多いかとかね、そういうのも出てます。標本がこう収蔵されて登録までにまた時間かかるんですよね。で、科学って今筑波にあるんですけど、多分新宿に昔あったはずなんですよね。お引越しした時に登録数爆発的に上がってると思うんです。確か引っ越しするのにこうちゃんと整理しないとっていうので結構登録数増えたという裏話もあったりなかったりあったりありますね。実際問題あるはずです。ここは上野の博物館なんですけど、実際の本拠地っていうのは筑波なんですね。博物館の標本をメインで収蔵してる場所っていうのは、あ、これ DNA の取り方とか多分そういうのも映像であったりします。国内の調査不足地域とか、これはねプロジェクションマッピングです。こういったね、インタラクティブな、変化のある展示っていうのは最近増えてきましたよね。これはね、時間が経過するとともに、こう、プロジェクションマッピングで、いろいろなね、生物の分布図だったりとかが切り替わって表示されます。こんな感じ。日本列島自体はね、プレートの上にガスガスに乗ってるので、結構稀有な国っていうか、地理になってますよね。
メグロ。メジロよく見かけるんですけど、メグロってあんまり見ない気はしますけど、いるんですね。ここでちょっと飛んじゃってますけど、 DNA の、こう生体から DNA 取る方法、生体じゃないな、こう非破壊で DNA を取る方法とかも映像であります、動画の。さて、ライチョウ可愛いですよね。ライチョウ、もちかね、ライチョウです。山登ってね、暑くなってきたのを逃れたっていう。結局これもともと寒いところに住む鳥なんで、だんだん暖かくなってくると、ちょっと住めないなって感じで山の上に登ったっていうのがライチョウです。足が大きくて可愛いですよね。山椒魚。大山椒魚もいますよ。カエルツボカビは在来種だった。これ多分年で分けてるような、これオオサンショウウオです。これ在来種だったそうです。あとは科学で行われた研究例について紹介があります。後半は研究の成果についてっていうのが多いと思います。あと最後に監修した研究者の、写真での紹介などがあります。ということですね。さて、今回この動画もそろそろ終了になります。こちら、企画展ですね。ぜひ、国立科学博物館の日本館でやってますので、ぜひご覧いただければと思います。サイエンスミュージアムネットですね。指原先生、湯川先生、中江先生、細谷先生、菌類といえば細谷先生、吉川先生、山椒、神保先生もいますね。蝶ですね。画とかね。はい。では、終了になります。ご視聴ありがとうございました。